どうもこんばんは。こんばんは。この配信は RPG スクール2000で制作されたフリーの RPG ダージの調律というゲームのプレイ配信となっております。今回が第2回目ですね。前回からまあ物語冒頭を始めていきまして、まあ、特に大きな寄り道などをすることもなく普通にストーリー進めてきましたね。で、エピソード1、エピソード2と、あとエピソード3に入る前に夢の世界の話っていうのを一つクリアして、前回はそこで終わったんですけどね。今回は、まあ、そのエピソード3から進めていくっていう話でしたけど、その前にちょっとエピソード2にまた戻ってきました。下水街ですね。この下水街で買い物できましたよね。坊ちゃん、僕の空き瓶コレクション買わないかい。前回の配信ではここで空き瓶買えるけどお金が足りないということで買わずにスルーしてましたよね。なのでちょっとお金集めておきました。あ、でもコメント来てますね。こんばんは。お早いコメントありがとうございます。お金を配信の外でちょっと集めまして、まあ1000銀で空き瓶買えるということですので買います。1個ゲット。太くて硬い、それを大切にしておくれよ。そういう比喩表現はやめてほしいんだけど、高い買い物本当にね。空き瓶と一緒にギフトも2個もらったので、これで、まあ、能力値伸ばしていきますよね。エクストラレベルが4になるので、まあ、強めの魔法とかも使えそうですけど、ここは力と敏捷性1個ずつ上げておきましょう。お金が580銀ぐらいあるんで、あとはドーピングで使えますからね。薬5つ使えば、あ、そうですね、バイタルシュガーだけは前回一度決めましたので、2回目のなんていうか費用は上がってますけど、まあそれ込みでも全部払えそうですね。タフネスで最大 HP10 上げ、パワフルシュガーで力10アップ、バイタルシュガーで体力上がりますね。あとはマインドシュガーで知性上がります。あとはスピードシュガーで敏捷性。全体的にダージュ強くなりました。おかげで手持ちのお金もだいぶ減っちゃいましたけどね。空き瓶に入れましたら、まあ、あとはセーブしまして、じゃあここから改めてエピソード3始めていきましょう。こっからですね、前回まではエピソード1、2とインザドリームやったので、今回からまたストーリーを進めていきます。エピソード3、さよならの覚悟ですね。始めていきましょう。なんか悲しそうな展開になりそうですけど、エレジットとダージュがまた書庫で一緒にいますね。あのパーティーの苦い夜から数日後、今日は朝から雨が降り続いていた。うん、雨の音がしますね。この雨の日が好きだ。何の後ろめたさも感じずにこうして書庫に閉じこもっていられるから。ああ、こんな風に僕を優しく内包してくれる場所が世界の全てだったらどんなに救われるだろうか。うん、夢の中でも割と理不尽なことになりましたもんね。外から、つうかよ、誰か、坊ちゃん言いに行くのよ。口の悪い使用人の声が。口先がナイフなメヒド。やっぱこっそりやっちまうってのはまずいよね。あくまで坊ちゃんなわけだし、坊ちゃんを殺す算段かと思いきや、悪い意味で若い使用人、親方様も怒るだろうしな。あの毛玉の一匹始末するのにどうしてこうも。毛玉っていうのはやっぱり一緒にいるエレジットのことですね。まあまあ、イクナイテッドは凶暴化危険種の筆頭ですから、事情説明すれば分かっていただけると思いますよ。やっぱりエレジットのなんていうか処分の話をしてるんですね。最近多いですからね、凶暴化。坊ちゃんには悪いですけどね。そのエレナントカバーストになって一番傷つくのはダージュさんですから、うん、一番身近にいますもんね。今のうちに無理にでも引き剥がすべきかと。やっぱりこうなったか。最近の屋敷の雰囲気からこうなることはなんとなく
予想していた。このままではエレジーとは危険宿女の大義名分で殺されてしまう。かわいそうですよね。そんなことは絶対させない。この日に備えてある作戦を練っていたのだ。作戦というほどのものでもないけど、大きな手提げカバンにエレジットを詰め込み、奥の秘密の隠れ家に連れて行くのだ。あそこならば誰もエレジットに手を出せまい。花が咲いてて木の実が鳴っていて、綺麗な湧き水のある最高の隠れ家。エレジットをカバンに押し込んだ。めちゃ暴れてる。窮屈そうに飛び跳ねている。カバンがパンパンだ。こんな風に本を山ほど持ち歩くからバレる心配だけはないだろう、多分。まずは屋敷から抜け出さないと。こっちの部屋に行けるようになってますね。エピソード1ではこっち側寄ることはできませんでしたけど、自警団の本は前回も読んだかな。桃色事情 C 子1という本がある。読んでみましょうか。うまい棒編って読むのかな、やっぱりこれは。おやおや C 子、私の部屋に一人で忍び込むなんていけない子だ。はにゃん、違いますわご主人様。お部屋の掃除に参ったのですわ。とぼけるなんていけない子だ。仕事のご褒美にお前の大好きなうまい棒やろう。うまい棒インゴ、はにゃん、なんて大きなうまい棒。食べるのに一晩中かかってしまいます。思い出したかのようにこういう下ネタを突っ込んできますね。はにゃん、そらそらそら、はにゃん、そらそらそら、はにゃん、はにゃーん。続く、いわゆるなんというか官能小説ですよね。銀という本がある。まあ、通貨にもなってる銀ですけど、まあ、ダージの家も銀を採掘する事業で財を成した家ですからね。魔法干渉によって容易に形状変化するなどなど、いろいろ読んでるとキリがないですね。次女 C 子2巻がこっちにもあった。ダージは普段からこういう本を読んでるのか。水回り編、水回り、私の入浴シーンに先回りとはいけない子だ。違いますわご主人様、お風呂の排水口が詰まってしまいましたの。そんな風にスカートをまくり上げて自慢の艶足を私に見せびらかしているんだろう。違いますわご主人様、こうしないと裾が濡れてしまいますの。そんな風にヒップを高く突き上げて引き締まった柔らかなお顔を私に見せびらかしているんだろう。まあそういう流れになるんですかね。こうしないと排水口に手が届きませんの。こちらの排水口、どちらの。はにゃん、そこは。そらそらそら、はにゃん、そらそらそら。忍者スレイヤーみたいな応酬だな。いやー、ぐわーみたいな。人と魔法。人には身につけた装飾品や自然物からインスピレーションを得て、それを自在に発現する力が備わっている。まあ、ダージも装備品としてボタンとか、あと石ころ、それを身につけることによって魔法が使えますからね。これを魔法という。魔法を発現するために身につけるものはボタンや石ころなどのほんの些細なもので構わない。人はこのような力を持つに至った経緯や力の構造については謎に包まれている。割となんだろう、修行を積まなくても一般の人でも魔法が使えるような世界なんでしょうね。野生動物と魔法。凶暴化した野生動物の中には人と同じ魔法を扱うものが確認されている。野生動物には魔法の力が宿っていないので、動物たちを凶暴化させている原因が何かしら作用しているものと思われる。凶暴化の原因が銀って言われてますからね。いろいろ気になりますけど、草創祭とか野生動物、この辺の本は前回読みましたよね。あら、セインツは、あ、兄貴け、よりにもよって苦手な弟くんが、なあ兄貴、そのエレジットは一緒じゃないのかい。鋭い、やっぱりこいつもか。セインツの一言でこの屋敷に僕の味方なんか一人もいないということを改めて思い知った。
兄貴、ごめんな、力になれなくて。力になれなくてだって、バカにするなよ。本気で力になろうとなんかしてないくせに。お前だけじゃない、誰だってそうだ。ダージュめっちゃキレてますね。誰かに気に入られたい、何かを得たい、そういう下心があるから人は優しいふりをするんだ。誰からも仲良くなりたいと思われているお前に何がわかる。分かってたまるか。めちゃくちゃ怒ってる。そうだ、寄り添ってくれたのはエレジットだけなんだ。そんな大切な友達をお前らなんかに渡してたまるか。このままだと本当にエレジットは処分されそうですからね。絶対に守り抜いてみせる。どんな手を使ってでも。大丈夫かな。ちょっと坊ちゃん、この前のパーティーで殺人事件が、この前のエピソード2で、まあきらびやかなパーティーやってましたけど、殺人事件があったにもかかわらず、坊ちゃんは下水で遊んでいたとか。遊んでたわけじゃないんですけどね。まあドブッキーとかドブチューと戯れてました。センス様ったらパーティーで殺人鬼に立ち向かったそうで、見たかったな。太陽の石ってご存知ですか。太陽の石、親方様が旧館に隠した魔法石、熱と冷気の魔法を防ぎ眠りにくくもなる超便利な代物、そういう装備品があるらしいですね。親方様ったら旧館をずっとほったらかしだし、持ち出してもバレないんじゃないですかね。いい話を聞きました。殺人鬼の顔を見たのはセインツ坊ちゃん一人、目に傷のある大男だったらしい。そんな人もパーティー会場いましたよね。正面から出ると自警団と鉢合わせしてしまう。別のルートで屋敷の外に出てエレジットを逃がしてあげないといけませんね。こっちの部屋はハート瓶の部屋ですよね。もう満タンなんで組まなくて大丈夫か。となるとこっち側ですね。エピソード1ではこっち通れませんでしたけど、セインツが後をつけてくるのか。優しく雨ぞ降りしきる。ギフトが1個増えましたね。どれに振りましょうか。均等に力にでも振っておきましょう。ずっと雨が降ってますね。チャプター解放、一応セーブしておきます。アジサイサスサビロウって読むのか。これは綺麗なとこですよね。ああ、やっぱり誰も気づかれずに外に出るのはここを通らないとダメか。ここは屋敷の旧館だった場所、さっき使用人の話にも出てました。今お父さんが改造してからくり屋敷にしてしまった場所だ。どんな改造したの。外に咲いている巨大アジサイがここまで侵食しているのを見ると、全く手入れがされていないようだけど、からくりは今でも動いてるんだろうか。お父さんの陰湿な遊び心が染み込んだ場所だから、気をつけて進まないと。床に穴とかも開いてますもんね。いきなり落とされた。ほらね、思った通りだ。アジサイの後ろ通れるのと通れないのがあるみたいですね。通れる場所を見つけながら先へ先へと進んでいかないといけないみたいです。上にお金がある。これはタルボインさんがいるじゃないか。驚いたかしら。どこにでもいますね。銀の匂いを嗅ぎつければいつでもどこでも出現しますわよ。証拠のたくましい。お薬の時間用とはおっしゃってますけど、銀が足りませんね。またちょっと拾ったらドーピングさせてもらいましょう。結構増えましたね。忘れないうちに何か伸ばしてもらいましょうか。180銀あればバイタルシュガーまた使えますけど、どうしようかな。打たれ強さ重視でいきたいので、バイタルシュガー使っておきましょう。次は240いるのか。頑張って稼ぎます。
シュタル大砲みたいなのがある。なんだろう、前作とかにもああいうギミックありましたよね。矢印の向きに飛んでいくタルタイ砲が。ここはギフトの振り方お困りですか。あ、お願いします。規則正しきコンパスは霊気の技しか効き目なし。秩序のままに決まった技を君の懐をぶち込むよ。石碑の説明よく読んで一定時間で倒しきれ。霊気しか効かない。まあ、霊気の魔法がありますよね。今装備しているトラインブレスが、まあ、霊気の魔法を使いますけど、他にもつららの腕輪があるのか。これを装備することでヘイルストローク、コールドバリアなどなど使えるようになります。一応なんだろう、霊気魔法を使えるようにしておきました。魔法のコンパスの遊び方。コンパスの針は北からスタート。時間が経過するごとに時計回りに針が進みます。針の指し示す方角によってコンパスの行動が変わります。北、霊気以外に強くなります。次が封印状態にしようとします。封印状態になると魔法が使えなくなるんで、まあ、回復とかしないといけませんよね。で、東、強力な衝撃魔法を放ちます。その次も衝撃魔法。南に来るとまた封印状態にしようとする。その次に自分の知力を上げてまた衝撃魔法を放ち、8ターン目で素早さを下げ、一周するとあなたを確実に殺します。そんなもので遊ばせようとするのか。ダジュのお父さん、叶わないと思ったら逃げましょう。出ないと死にます。出ないと死にますっていう表現好きですね。前作前々作でも出てましたけど、出ないと死にます。衝撃魔法に強くなるのがこれか。エアークッションという魔法がありましたね。スピードも大事そうなので、魔法しか効かないならまあ体力とかその辺は低めでも大丈夫ですね。これで OK。 これでヘイルストロークが使える。あとはボタンでエアークッションですね。これ衝撃に強くする、まあ、バリア系の魔法なので。あと気をつけないといけないのが封印状態ですね。これは金属片装備してれば大丈夫です。 100% 防いでくれるのかは分かりませんけど。魔法のコンパス、また窓マギの BGM か。まずはヘイルストローク、北を示した。物理に強くなった。衝撃、打撃、熱、電撃、霊気は効く。この次の攻撃が何だったっけ、忘れちゃって、間違えた、オートにしちゃったせいで。次に衝撃魔法が2回連続で来るからエアクッション。あ、ダメだ、間に合わない。大丈夫かなこれ。そんな時はハートビン、力尽きた。ちょっと待て、素早さも上げとかないとやばいですかね。どっから、ここに入るところからだ。すいません、思った以上に敵が素早いですね。ギフトは何だろう、知力と素早さ、そこに振っといた方がいいでしょうね。まあじゃあ元来た場所へ戻りましょう。サクサクと攻略を進めていかないといけないというのに、ちょっと時間が無駄になりました、ごめんなさい。タルボインさんにバイタルシュガーでいいかな。マインドシュガーで知力を上げれば魔法のダメージも若干減ると思うんですけど、まあいいや。コンパスの部屋はここでしたね。もう一回ちょっと行動の順番をしっかり覚えておきましょう。最初にバリア張って、次に封印ですね。封印はまあ金属片持ってるからいいとして、衝撃が2回来た後また封印で知力を上げて衝撃、あとは素早さを下げて確実に殺す。逃げないと死にます。はい、
つららの腕輪と古ぼけたボタンでエアクッションを使えるようにして金属片。ギフトはこんな感じでいいかな。多分これで大丈夫なはず。これで負けたらちょっとやばいですけど。ヘイルストロークが使える。うん、エアクション使えますね。今度は負けたくないな。行きましょう。コンパス最初にヘイルストローク。エアクッションは次のターンで使えますか。一応今のターンダージュが先行できたってことはスバイサーはこっちが上なんですかね。封印は防ぎましたね。じゃあヘイルストロークで。もう一回来たらやられるな。 HP も高めにしないとダメか。これはやばいな。次にまた封印来ますよね。なのでヘイルストローク。回復もう一回する。視力が上がったってことは衝撃魔法の威力も上がりますよね。大丈夫？耐えられた。次に素早さを下げてくるんでしたっけ。合うか。ダメでした。全体的にステータスが足りてないのかな。もうちょっとドーピングして HP とかその辺を上げておかないと。なんというか間に合いませんね。どうしても無理っていうことでしたら、まあなんというか一回クリアした後に、まあ、このチャプター選んで改めて挑戦するっていう風にしましょう。前に自分がプレイした時はギリギリ勝てた記憶があるんですけど、まあ、こんな調子だと時間もかかりそうですからね。どんどん進めていきます。一応まあじゃあドーピングでこっちを上げときましょうかね。こっちに行くと、まあ、コンパスの部屋なので先に進むにはこっちを通らないといけませんね。あえて知力全振り。ああそうか、素早さは下げておいても大丈夫っていうのもあるかもしれないですよね。迷路みたいになってますね、ここは。上に行くか左に行くか。まずはちょっとひたすら上を目指してみましょうか。こう行けばいいのか。落とされた。ここはなるほど。なるほど。とりあえずセーブ。知力全振りで挑んでみますか。今ここでセーブしたんで、まあ、またやられたとしても、すぐに再開できますからね。ごめんなさい。3度目の正直ということで。もうここで負けたら本当に今回の配信ではこれ以上挑まないようにします。ボタンとつららの腕輪に金属片。これでいいですよね。ギフトを、あとは、知力全振り。レベルっていうか、エクストラレベルが上がれば、このつららの腕輪で、ディープフリーズができる。大ダメージ。まあでも、なんだろう、EP の消費もでかいですよね。ハート瓶ひたすら使いって、EP 回復すれば、なんとかなるとは思いますけど。視力が上がる剣はやっぱりこのウィザーズリリーだけですよね。行きましょう。
今回は知力全振りでいきます。素早さもかなり低いので先手はまず敵に取られるでしょうね。ディープフリーズを使ってみましょう。147、ちょっと思ったよりダメージ入らないな。ここでエアクッションですね。衝撃魔法が連続でくるので、でもってチャージじゃ足りないですよね。回復量がハートビン普通に使いましょう。でディープフリーズ、この後2ターンは飛んでこないんだったかな。ヘイルストロークを使って、ヘイルストローク連発した方がダメージ効率いいんじゃないか。使ってみましょう。倒した、よかった、ありがとうございます。知力全振りが正解だったってことか。ギフト3つも増えた。僕がコンパスだ、俺がガンダムだみたいな。ありがとうございます。均等に振ろうとせずに、本当に何だろう、極端な強さにした方が良かったみたいですね。知力はこれぐらいにして、こんな感じで大丈夫かな。装備を戻しましょう。いやーよかった。太陽の石、金属片が電撃と封印耐性に対して、太陽の石は熱冷気と睡眠発狂、いろいろ防げるんでこっちの方がいいですね。いやーよかったよかった、ありがとうございました。なんとかなりましたね。ハートビーもちょっと組んでおきましょう。よし、じゃあこれでもう、なんだろう、心置きなく探索ができますね。さっきはここの部屋で一番上までひたすら登っていったので、一番上一個手前ぐらいまで行ってみましょうか。よいしょ、ここは行ってないですよね。あ、お金がいっぱいある。これでまたドーピングできそうですよね。やったぜ。あ、いいところに、ちょうどいいところにいらっしゃった。506銀あるから HP 増やしたいですね。あとは力も、これで、まあ、均等に伸ばしてきたことになるのかな。180銀いるので、まあ、これ以上は伸ばせませんけど、念のためセーブしときますか。また何かあって事故った時にドーピング一通りやらないといけないってなるとめんどくさいですもんね。一番上には行って、あと行ってないのが、間違えた。こっちにも行ってないですよね。何かが宝箱を守っている。めっちゃ動いてる。ナメクジには見えない。エレジットが今味方としていないので、ダージュ一人で戦うしかないですよね。ツインファイヤー、ヒアルマになった。デローン30食らうか。まあ十分耐えられますね、こういうの。ツインファイヤー、もう一回トローン、物理に強くなった。まあ魔法なら関係ないですね。倒せました。
巨壁の腕輪。装備品か。回復魔法と、あとバリア。まあでもさっきの敵が魔法しか効かない感じだったんで、もうちょっと身につけておきましょうか。180銀超えたので、もう一回ちょっと HP 伸ばしておきましょう。これで163。今装備してる武器、ウィザーズリリーが、知力大きく上がる代わりに、他の、なんだろう、攻撃力とか、低いですからね。全体的に打たれ弱くなる分、まあ、耐久面は強化したいなと思いますけど。あとはどこだ？今画面の上の方に見えてる、なんだろう、通路みたいな。これはどう行けばいいんだ？あ、そういうことか。降りて、真上向いてる時に行かないといけないと。あ、はい。ってなると、じゃあ、右下で行けるようになってた、ここ？ですよね。めちゃくちゃカチカチ言ってますけど。上に宝があるのが見える。金キラ石。綺麗な石。衝撃耐性と盲目防止。これ先に拾っ、あ、でも封印が防げないなら、コンパスの戦いでは意味がないか。これ上に行ったら、戻されました。じゃあ下が正解ルート？多分これ下にさらに落ちたらまた戻されるパターンですよね。どうするべきか。とりあえず上で下。ナメクジかな、また出てきましたね。魔法連発してるのが簡単に倒せそうですよね。ドローン。まあでも焼き払います。武器の、なんだろう、特殊効果のおかげで EP 自動的に回復してくれるんで、そこはありがたいですよね。ほうき星のボタン、これはスターバースト、アステロイドボム、カタストロフ。ああ。衝撃魔法が使えるようになる。なるほど。こちらのボタンは回復魔法がメインなのかな。大規模セットしてみましょう。ついでにちょっとですね。エクストラレベル6にしてみます。これは上に行かなきゃダメ。進めた。これ他には何もないですよね。よし。さっきよりも速いペースでカチカチいってらっしゃる。337拍子ですね、しかも。これ多分上に飛ばされると戻されるやつなので。光ってない間は特に触れても何にもないと。触らないようにしないといけないのがめんどくさいですね。こう？これで戻れると。なるほどね。よし。上
上にここまで来て飛ばされたらどうしようかと思いましたけど。真っ暗ですね。見えますか皆さん。結構暗いところを歩き回ってるんですけど、明るくなってきた。裏口抜けたんですかね。やっと外に出られた。濡れた葉っぱの香りが心地よい。エレジットがまだ暴れている。クリッとした瞳と目があった。可愛いですね。エレジットを僕の隠れ家へ連れて行ってあげるんだ。北西の森を抜けた先に隠れ家がある。これから一緒には暮らせないけど、寂しくなんかない、うん。屋敷にいたら処分されるかもしれませんもんね。毎日食料やおもちゃを持って遊びに行ってあげるんだ。最高。スサビロを抜けてギフトを一つ手に入れました。これでいいかな。瓶はいっぱいですね。屋敷に戻っていけますけど、隠れ家とやらがここロストエンドの森。ちょっと寄り道できそうなんで銀脈に寄ってみましょうか。アンナホック銀脈、これ何かって、いやいや君銀事業家の息子でしょうが。銀の鉱石、この帽子みたいなやつが銀の鉱石。酸っぱい匂い。なんか嫌だな。銀鉱石っていうのはこんな風に帽子みたいな形をしてるんだ。箱型だったり柱型だったりする珍しい形の鉱石ってのは他にもあるけど、帽子型とはこれまた珍妙だよね。ですね。そこのお盆に角が生えたみたいなの。帽子型の銀鉱石と一緒に出てくるんだけど、移動に便利だから採掘せずにそのままにしてる。どういう原理か知らないけど、触れると体が浮いて離れた場所に移動できる。ワープ用の使えるっていうことですかね。角の形が微妙に違ってて、同じ形の角同士が連動してるみたい。銀ってほんと不思議だよね。触れるとこんな感じでふわーっと飛べるんですね。ここにある、なんだろう、アンテナみたいなのも、よーく見ると、形が違いますけど。空き瓶が一個ありますね。フォークみたいなのが生えてるのは、これと。空き瓶一個。これは、手持ちの空き瓶4個になりましたね。一番右には人がいる。これかな？この体が浮いちゃう仕掛け、他の銀脈でも見つかってるみたいだから法則性を覚えておくといいことあるかも。なるほど。まあいずれ別のダンジョンとかを攻略するときには覚えてると探索は楽になるかもしれません。あとここはリーの屋敷、初めて来ますけど、リーの屋敷。こんにちは。ローライト家のセインツではない方のもっちゃん。セインツではない方。ご機嫌うるわしゅう。冴えないもっちゃん。散々な言われようですね、ダージは。サイレンス様のおパンティーでもご所望でいらしたんですか。ウーロンじゃないんだから。ギャルのパンティー。タワワに緑しめ、メイド。うん。そこのゲストルームにいらしてる冒険者の方。私がネクパイ姿で誘惑しても、うんともすんとも言わないばかりがドン引きますの。私の豊穣なるツインマシュマロにそういう反応をするということは、ホモか。女に興味のない方なのかしら。ホモか。こんにちは。俺はエフマン、大金槌一つで世界を股にかける冒険家さ。本当はただの放蕩息子なんだけどね。大金槌で股にかけて、放蕩息子、そしてホモ。って言ったら、前々作の地獄に出てきた、フェイを思い出しますけどね。シルエットもよく見るとフェイっぽいんですよね。ところで君、武器や防具を集めるのは好きかい？好きですね。この地域にある装備品を全部集められたら、君に送りたいものがあるんだ。何かそういう、肉体関係以外のものが欲しい。
喜んでもらえると思うよ。Fマン、やっぱりフェイなんですかね。この先はリー伯爵様のプライベートな空間ですので、お呼ばれされたわけでもないのに平然と屋敷を闊歩する無粋でちっぽけな坊ちゃんは帰りやがってください。ひどい。ダージは何をしたって言うんだ。帰りましょう。まあ、どの道、ストーリアには関係ありませんからね。エレジットを逃がしてあげるのが第一目的です。ロストエンドの森。調律師さんが。ギフトの振り方、お困りですね。弱き動物、群れをなす。みんなまとめて蹴散らそう。手段はあるよ、君の中。君の手札を見てごらん。全体魔法っていうと、まあ、下水道でネズミを焼き払った、ともし火の腕輪とかがありますけどね。今装備してるトラインブレスでも、まあ、全体を睡眠と霊気属性で攻撃できるスイートコールドありますね。あとはほうき星のボタンで全体攻撃のカタストロフとかありますけど、 EP の消費がでかいですね。まあ、とりあえずいっぱい、なんだろう、一度にたくさんの敵に狙われたら魔法で蹴散らすのがいいよっていうのは覚えておきます。見えない部分移動できたりするみたいなんで、いろいろ調べながら進みたいですね。なんか、なんだろう、イクナイテッドがいるのかな、これは。イクナイテッドが6匹。せっかくなんでちょっと面白い魔法を使いましょう。カタストロフ。敵全体に打撃の大ダメージプラススタンですけど、あの、前作、前々作、プレイしたことある人、もしくは配信とか見てた方には、懐かしく感じる魔法です。いきます。覚えてますか皆さん。ナリエちゃんですよ。ナリエちゃんが降ってきて、まあ、あの、すりつぶすんですかね、やっぱり。ギャピーと。なんだかんだで全シリーズで、あの顔の子は出てますからね。まあ、でも、イクナイテッド、そんな強い敵じゃないので、威力が低い全体魔法でも十分ですね。カタストロフ連発するのはちょっと EP 的に優しくないので、しばらくはスイートコールドで片付けていきます。普通に片付きますね。ただそろそろ EP すっからかんになるので、合間にチャージするか、惜しまずハートビン飲み干すか、どっちかですね。宝がある。マダラ鉱石。これは結構装備品集まってきましたね。即死を防ぐ。おお、アジリティもだいぶ上がりますけど、まだいいか。太陽の石の方がいろいろ耐性が優れてる。イクナイバースター。普通にこいつ戦って大丈夫なやつかな。攻撃はそんなに強くないですね。もう一回チャージ。やばいやつだこれ。メガスパーク結構痛いな。これ一応先手は取れてますよね。ギリギリ倒せたのかな。ただちょっとこのまま危ないんで、ハートビンを飲みたい。敵を倒しながら進めば、まあ銀は集まりそうですけど、時間もかかりますよね。こんだけいっぱいいると本当にめんどくさいというか。頑張って、なんだろう、さっきのイクナイバースターを倒せば100銀ぐらいもらえますけど、基本スルーしてもそんなに問題はなさそうですね。前作の配信見てない方にも説明しますと、まあ、このゲーム敵をいくら倒しても経験値っていうのは入りません。
レベルアップの概念がないんですよね。能力値を伸ばすならもう装備品を入れ替えるか、あとギフトを割り振るか、それかタルボインさんからドーピングしてもらうか、どれかですね。新しい武器拾いました。風切り羽の剣、レイピアみたいなやつ。開始時一定確率で全体にダメージ、ストレングスが200以上の時に効果アップ。ほうほう、物理寄りの剣なのかな。バランスよく伸ばせるならこっちがいいかな。ボタンは威力は高い魔法を使いますけど、回復魔法も使えるようにしたいので。使うならやっぱりこっちですかね。右側にも宝が見えるけど、多分これは回り道しないと拾いに行けないやつかな。どうやって行けばいいんだろう。さっきでもあの辺でイクナイバーストと戦ったあたりで多分入れるでしょうね。この先行くと話が進みそうなので、こっちか。ん、行けました。あ、そうだ、拾ってんじゃん、もうとっくに拾ってたんだ。よーく見たらもうすでに空いてる宝箱でしたね。あんまり実は私目が良くないので言い訳臭いですけど、うん、進みます。綺麗なとこですよね、ほんと。バルボインさんが先回りしまったわ。何者なんですかね、溜まってるでしょ、銀が。銀以外のものもいろいろ、まあいいや、やめとこう。180銀、360銀あれば2つぐらいは伸ばせそうだったんですけど、 HP 以外は伸ばせますね。どれにしようかな。じゃあ知性で。ありがとうございました。あ、拾えんじゃん。お金拾えたんならこれ、うん、足りますね。じゃあスピード上げましょう。ありがとうございました。お金結構隠れてるんですね。しっかり拾っておきました。奥の方まで来ましたね。さあ着いたぞ。出ておいで、エレジット。やっとエレジットが外に出られましたね。ここは僕の隠れ家。うん、鬱蒼とした森の中にひっそりと佇む小さな秘境だ。僕がここを見つけたのは確か6つの時、幼いセインツの手を引いて森を探検していた時のことだ。怖がる弟に自分のいいところを見せたくて調子に乗ってどんどん奥へ進んでいったら、帰り道が分からなくなって、このまま一生家に帰れないんじゃないかって二人でワンワン泣いたっけ。昔は仲が良かったんですよね、きっと。そんな時偶然この場所にたどり着いたんだ。いつからだろう、セインツとうまく話せなくなったのは。あの頃の僕は紛れもなくセインツのお兄ちゃんだったはずなのに。兄貴、セインツ。やっぱりセインツは後を追ってた。自警団を連れて。な。兄貴が屋敷から出ていくのを見てさ。きっとこの場所に来るんじゃないかって思ったんだ。小さい頃によく来たよな。二人とも泣き疲れてクタクタのはずなのに、それも焦って水辺ではしゃぎ回って、助けに来てくれた自警団の人にこっぴどく叱られたよな。家に帰ってから親父にも怒られた。昔からダージは散々ですね。迂闊だった。こいつがこの場所を覚えていたなんて。エレジットが危ないですよね。ダージ坊ちゃんさ、このコアモテの人は、エピソード1でもなんかダージに突っかかってきためんどくさい人ですよね。物騒な話を聞かせたのは謝るけど、こういうのやめてもらえないかな。前にも言ったっけ？仕事を増やされたくないんだよね。話が、セインツが何か言ってるけど、大体さ、なんでそんなもんペットにしようと思ったの。
凶暴家のことを知らなかったわけないよね。死人も出てるんだよ。知ってるよね、あの人食いカーネージーとかさ。人食いカーネージー、あの村を一つで壊滅させたとかいうクマの話。そこまで行かなくてもみんなの脅威になるものを君だけの都合でそばに置いておきたいってのあまりにも自己中的じゃないかな。そこら辺どう思ってんの？煽っていく。お前な、その辺にしとけよ。この人はいつもなんか止めに入ってくれますよね。あはははじゃないよ。ごめんごめん、またやっちゃって。冷や汗が止まらない。頭がクラクラする。一つだけはっきりとわかる。このままではエレジットが危ない。反射的に体が動いた。エレジット、逃がすんですね。逃げろ。腹の底から自分でも信じられないくらいの大声を上げた。はあ、あのさ、クソデカため息を。向かっていったのか。捨て身の覚悟で自警団員のがっしりとした体育につかみかかった。こんな奴をエレジットに近づけてたまるかと、その一心だった。調子に乗るな、ツム。ダージュが、兄貴。エレジットも追いかけて、飛び降りましたね。お前ら何やってんだよ。話が違うだろ。セインツもエレジットを助けたかったのかな。クソ。セインツは走り去っていきましたけど。エレジットどこに。ああ、意識が。ここでエピソード3が終わりですね。次はエピソード4、生乾きの奇弁というところありますけど、ここでもまた夢の世界入っていきますね。凍える指。エピソード4入る前にこのインザドリーム、凍える指やっていきましょうか。エレジットとダージュのその後が気になる方は思いますけど。滝から落ちたその直後ですね。エレジットはぐれてしまって、意識は。ここでまた夢に入るんですね。ここは前回とはまた違う雰囲気の夢の世界に来ました。ハート瓶を組んで、まあ、とりあえず上に向かいましょう。塔みたいな場所ですよね。オラクル、ゲホゲホ、ひどい目に遭いましたな。またオラクルが出てきました。もっちゃん、またまた夢の中でお会いできましたな。うふ。今回はちょっとばかり状況が深刻ですな。どんな無茶をされたのかは知りませんが、虫の息じゃありませんか。早く目を覚まさないと死んでしまいますぞ。さあさあ、私目が今一度坊ちゃんをお手伝いします。塔の頂上にたどり着けば、坊ちゃんは目を覚ますことができるのです。共に参りましょうぞ。うん、そうそう、分かっているかとは思いますが、夢の中で死ぬと現実でも死にますので、ご注意くださいませ。うふふ。今回二人で戦うことになりますね。上から何か降ってきます。ジングルベル。チェリーパイが押し寄せてきた。ちびっ子たちが現れました。敵の数が多いんで、ここはやっぱり全体魔法攻撃ですかね。ジングルベルは逃げる。全体攻撃連発しないとですね、このチェリーパイっていう小さい敵結構危ないです。帽子の鐘は目覚めの鐘。たくさん鳴らすと後でいいことがあるよ。帽子の鐘、これですね。ダージュの右側にある。
触るとなんだろう、音が鳴ってずっと動くんですけど、ギフトの振り方お困りですか。夢の中にまでこの人は出てきますね。夢の中での身の振りは小さな色蛇に聞きましょう。小さな色蛇のことの葉をしっかり心に刻むべし。帽子の金はとか言ってたあのさっきのちっちゃい子ですね。蹴散らしてみせましょう。醜き淑女たちが押し寄せてきた。回復した。このグラフィックの敵もなんだろう、これまでのシリーズに出てましたよね。熱き抱擁、自害した。何しに出てきたんだあいつ。生きてたらいいことありますよきっと。ナメクジが歩いてるのかこれは。まああんまり戦いはせずに避けられそうにないやつだけ倒していきましょう。銃で。こいつも魔法じゃないと倒しにくいタイプですかね。デローン、力が半減。銀は結構落としてくれますね。頑張ればドーピング費用も稼げるかも。ジングルベル、チェリーパイ。これは全体魔法で蹴散らさないといけないタイプですよね。目を覚ました。EP 結構減ってますよね。回復しとこう。ちびっこはここにも。いっぺんにたくさん出てくる赤ちゃんに気をつけて。いっぺんに倒せる魔法がないと痛い目見るよ。まあ、さっきのチェリーパイのことですけど。夢の中でもボインボイン。夢の中だからって変なこと考えちゃダメよ。いいじゃないですか。夢を見させて。欲しいですけど。パワフルシュガーだけが費用が少ない。じゃあ使っときますか。うん、オッケー。全体魔法があるとまあいいよっていうアドバイスだったので、そこはこれまで通りスイートコールドですね、使っていけば大丈夫でしょう。魔法が強いですね。今ちょっとダージュもオラクルも知力が高めなので、とりあえず鐘が鳴らせる。鐘は本当に最初のちっちゃい子が言ってた通り、いっぱい鳴らすと後でいいことあります。見つけ次第できるだけ鳴らしたいんですけど、呼びすぎでしょこれは。とりあえずオラクルブラストがたまに全体攻撃になるんで、それが出てくれると本当に楽なんですけど、どうかな、やっぱり簡単には出てくれないか。早めに蹴散らしたいですね。2回スイートコールドを使えば一掃できますね。90銀結構稼げた。これは下に行くと鐘を鳴らせますよね。鐘を、あ、違う、絡まれた。タイミングを間違えてしまいましたね。醜き淑女たちが現れましたけど、これも全体魔法を使って早めに片付けた方が良さそうですよね。
自分を殴る。右側のアポカリエラは何ターンかしたら自滅しますよね。自分の醜さを奥に自害してましたから、意外とあっさり終わりました。 EP 大丈夫？結構減ってますよね。とりあえずまあこいつらは普通に倒せば大丈夫でしょう。うまいことみんな眠ってくれたので、ラージはちょっとチャージして、オラクルはブラスト。回復するけど、まあこれほっといたら回復するか自害するかだけなんで、ひたすらチャージしといてもいいんじゃないかな。自害した。これで上に行けるか、セーブしましょう。今の時間が11時半ぐらい、この配信は12時頃までやっていきますので、まあ、あと30分ぐらい続けましょうか。ドラゴンに気をつけて。炎のブレスが熱いけど氷で攻めればなんとかなるかも。氷。猫の貴族はお金持ち。逃げちゃう前に雷を落としてビリビリさせよう。雷と氷の魔法があるとまあいいよっていうアドバイスなんですかね。トラインブレスで使えるのはちょうど霊気とあと電撃が使えますけどね。つららだと霊気だけ。ボタンで使えるようになる魔法は打撃とかその辺だけですね。両方使える腕輪っていうのは本当に今持ってるやつだとトラインブレスだけですかね。じゃあとりあえずこれで。ドーピングはバイタルと、バイタルだけですね、上げられるの。しょうがない。扉の中に入りました。あみだくじみたいになってる部屋ですね。鐘を鳴らしました。よーく見ていけばまあどの位置に出るかっていうのはわかるんで。ドラゴンに呼ばれた。霊気に弱いんでしたっけね。オラクルブラストで霊気の魔法が出るといいんですけど。いいね。ドラゴンなかなか痛いな、攻撃は。すごい魔法が出た。これ。で、OK。左下にもありましたね。もう一回入ればいいのかな。塔の入り口に戻してあげようか。いや、もうちょっと探索させてほしい。目覚めの鐘は一つにつき一回触れればそれでいいんだ。ゆらゆら揺れてる鐘は、君がすでに一回触れたことのある鐘だよ。うん、親切ですね。左下に行きたいので、こっち側じゃない。戻れないですよね。もう一回最初から来るとして、左からの、なるほど、ややこしいですね。こういうパズル系が自分ちょっと苦手なもんですから。で、ドラゴンまた呼ばれましたね。氷で背面倒しましょう。
た目ほど強くはないですよね。こっちのなんだろう、火ダメージは大きいにしても、前作のドラゴンとかなかなか倒しづらかったですからね。やばそう、急いで倒しましょう。こっち行ってからのこう、 OK、 流せましたね。さっき入ったのがここ、あとはこっちを広い場所に来ました。ベルが動いてる。反対側から回り込めばいいやつみたいですね。かなり広いんで、くの字型に動いてるナメクジ、ジュレかいますね。トイレの中にも、これ見落としそうで心配ですね。目覚めの鐘がいっぱいあるんで。先にあの怖い方の敵を倒しましょうか。アポカリエラは放っておいても勝手に死にますからね。じゃあチャージします。こっちを攻撃してくるわけではないですもんね。自害。まだどっかにあるんですかね、やっぱり。これは話しかけて大丈夫なやつじゃない。ノーブルキャット。これあの、お金持ちの猫さんかな。早めに片付けたいんですけど。逃げる、逃げる。向かってくる。逃げる、逃げる。なんていうかあの、メタルスライム的なやつですよね。殴られると結構痛いんで、逃げなかったら逃げなかったで危ないでしょうけどね。バラの女王様はとっても痛がりなんだって。バラの女王様。ちょっとでも怪我すると魔法ですぐに治しちゃうらしいよ。でも自慢のバラが燃やされると自分の手首を切って復活させるんだってさ。なんか矛盾してるよね。塔のてっぺんの石碑には眠りのバラの女王様が封印されている。剣にも魔法にも強い魔法のドレスを着てるんだって。普通にダメージを与えるのが難しいから、バラを燃やして、まあ、手首を切らせる。そういう戦い方になるんでしょう。だだっ広いマップですからね、これ。不思議な力で封印されている。かすかに鐘の音が聞こえた。鐘をどうにかすればあの宝箱が開くかもしれないと。戻ってしまった。他のマップで鐘を鳴らすっていうのも多分必要なんでしょうね。ここは見た。ここは開かない宝箱で。こういうなんだろう、だだっ広くてループしてるようなマップ、苦手なんですよね。とりあえず、まあ、パッと移動した感じで見つかる分は鳴らしてるみたいですね。じゃあ次。鐘。カビみたいなのも降ってるんで、多分あれに触れたら EP が減っちゃうんでしょうね。流れてくる鐘はしっかりと鳴らしたい。鳴らしたいけど絡まれちゃいましたね。ドラゴン。こいつらは氷か。鐘結局何個あるんだろうな。
だいぶ前にプレイしたきりなんで、はっきりとは覚えていないんですけど。ファイアブレス。意外とこっちはダメージが少ない。ハート瓶使っときましょう。まだいっぱい余ってますもんね。ベルが違う違う。ささっと倒してしまいましょう。絡まれるとまあ時間はかかりますけど、銀は集まりますので。よしよし、ちょっと今危なかったですよね。鐘を3つ鳴らしました。これ以上はもうないかな。もうなんだろう、流れてきてる感じはないですもんね。まあやれやれ。あと入ってないのはここか。うん、また迷路みたいな場所が。パイプが道を塞いでるところもあるんで、そこは気をつけないといけないですよね。これも裏側が通れたり通れなかったりするやつかな。ノーブルキャット、お金持ちの可愛い猫さんですけど。逃げる逃げる、殴る逃げる。3人くらいさっきと同じですね、残ってくれました。ドーピング費用いっぱい集めたいですからね。あとはどこだ、これか。まだ鳴らしていないのはあるのかな。ここが初期位置ですよね。大体見て回りましたかね。力いきましょう。うん、大丈夫そうですね。じゃあ出ます。出まして、多分これで一通りベル鳴らせたと思うんですよね。これならあの封印されてた宝箱も開けられるはず。どうよ。開いた。目覚めの鐘の力によって封印が解けた。双子天使のボタン、強そうですね。キュアウィンド、回復魔法が使える。あとはマインドダウン、スピードダウン、デバフ技が使えるんですね。今装備してるソフィアのボタンで、まあ、HP 回復魔法を使えますけど、手持ちのハート瓶がいっぱいなら、まあ、敵にデバフをかけつつ攻めていけるんで、装備しとこうかな。結構強そうですもんね、双子天使。知力をさらに上げる必要があるけど、まあいいや。いいものゲットできました。やったぜ。ドーピングはできるかな。だいぶ溜まってるな、いつの間にか。240銀が5つだから1200あれば、うん、足りますね。とりあえず一通り上げておきましょう。ひたすら決めておりますけど、ダージュの体が心配ですね。セーブしました。ハート瓶はいっぱい。よし、上に行きましょう。目覚めの鐘たくさん鳴らせたかい。ここからボス戦ですかね、まあ、バラの女王様出てきます。
バラを燃やさないといけないという話だったので、全体を燃やせるタイニーブレスとかが使えるこれかな、灯火の腕輪か、他に何だろう、熱の魔法全体に使えるのはボタンだと思うな。なさそうですね。これを使えばいいのかな。知力は十分高いですけど、ウィザーズリリーにして、さらに知力を上げる。これで多分大丈夫なはずです。地上の石碑と刻まれている。じゃあ祈っときましょう。ごちゃん見ればわかるかと思いますが、ここは頂上です。うん、やってきました。ここから現実の世界へと戻れるのです。しかしながら、うふふ、わかりきっていることかとは思いますが、扉を開くにはもう一山越えなくてはなりません。でしょうね。いるんですよ、この塔には。坊ちゃんの目覚めを妨げる陰秘なる存在が。感じませんか。いや全然。倉庫行ってる途中に来ましたぞ。無限鏡に狂い咲く赤きバラの大陰気と呼ぶのかな、これは。坊ちゃん、今こそ勇気を振り絞る時です。今を生きたいという思いは、バスへの豊島塾長などに否定されるほどちっぽけではないと証明するんです。熱いことを言ってますけど、ロッサフロル、バラの女王様ですね。本体は真ん中なんですけど、周りにバラが4つありますね。名前が長い。とりあえずこのバラを焼き払っていきます。タイニーブレスで全体を均等に削ればいいですかね。マインドでダージュの知力を上げておきましょう。鐘の音が鳴り響く。加護を受けた。生き絶えた。バラを焼き払いました。オラクルの知力上げましょうか。HP 回復。出血で400のダメージ。こうやってバラをしっかり燃やしながら戦えば、ダメージ与えていけるんですね。オラクルはもう、ここからは、オラクルブラスト使えばいいか。金がダメージを与えてくれる。いっぱい鳴らすと本当に、このボス戦楽になりますね。何か出ますやろ。すごいのが出た。あとはこれの繰り返しですかね。目覚めの鐘も助けてくれるんで。ウィークヒートとやらを使わなくてもいいかな。騎士改正。回復してくれましたね。400のダメージ。まだ倒れないですね、でも。EP はまだ足りそうですね。オラクルはチャージ。手首切ってばっかりですね、こいつは。鐘のダメージ。お眠りなさい。なかなか倒れませんね。何回こいつは手首を切るんだ。バラも簡単に燃えてしまいますけど、やっぱここ知力上げてるとタイニーブレスで簡単に焼き払えるんで楽ですね。完全回復。結局自害しましたね、こいつも。手首の切りすぎでお亡くなりになりました。やったぜ。600銀。扉が出てきましたね。なかなかの強敵でしたが、なんとか勝てました。そうか。金のおかげっていうのもありますけど。相変わらずしぶといですね。悪夢に苛まれるのもこれにてしまいにございます。坊ちゃんにとっては不本意な冒険だったと思いますが、私はちょっぴり楽しかったですぞ。
オラクルもいろいろ助けてくれてますもんね。これより先まだまだ辛い現実が待ち構えているとは思いますが、どうか腐らず自分の答えを探し続けてくださいませ。もっちゃんならばこの漠然と広がる乾いた世界の中からでも光り輝く希望の一粒を見つけ出せると私信じておりますぞ。吹っ飛ばされた。またいつかお会いしましょう。どうかお元気で。オラクルは結局何者だったんですかね。ここは人が入ってきたけど、片目に傷を負った大男ヨボズ、もう目を覚まさねえのかと思ったぜ。そして現実が始まる。この大男エピソード2でパーティー会場にいた人ですね。話しかけても何も喋ってくれませんでしたけど、これでインザドリーム2つ目もクリア。あとはエピソードを進めていくだけですね。もうエピソード4、5、6、7とありますけど、夢の世界はもうないですね。本当に話を進めていくだけです。現在の時間が11時50分ぐらいですので、まあ、今からエピソード4を始めまして、キリのいいところで、まあ、配信終わりにしましょう。エピソード4、生乾きの奇弁。この人が助けてくれたんですね。人は幸せを求める生き物である。生まれた意味を知らぬまま漠然と広がる世界に生み落とされ、当てのない旅を強いられる哀れな生き物である。だからこそ人はその空虚な命を満たすために幸せを求める。誰かにとっての不幸の引き金と分かっていながら、故に人は傷つき傷つけ合う。限りある幸せのかけらを求めて他者を貶める。故に勝者がいて敗者がいる。映画の深淵には涙の川が流れている。詩的な表現が。それならば勝者と敗者を分かつものとは何なんだろうか。なぜ敗者は敗者でなくてはならないのか。答えはおそらく奇弁でしかない。ダージが目を覚ましましたけど、ヨボズ、もう目を覚まさねえのかと思ったぜ。見知らぬ男が口の片足を上げながら嫌みったらしく話しかけてきた。頭がぼんやりして状況を把握できない。誰だお前みたいな顔だな。まあ無理もねえか。俺はお前の命の恩人レクイムってもんだ。レクイム、お前ローライト家のダージュってやつだろ。知られてた。いつぞやのパーティーで見かけたぜ。男の話を聞きながら寝起きの頭を必死に働かそうとした。思考の霧が晴れていき、ここまでの経緯をいくつか思い出せた。滝から落ちて山のふもとの浅瀬まで流されてしまったのだ。よく無事でしたね。なんとか陸に這い上がれたものの意識を失って、まあ、夢の中に行き、そのエレジット、滝から落ちる直前にエレジットが僕を追いかけて崖から飛び降りるのが見えた。エレジットは無事だろうか。藁にもすがる思いでエレジットのことを尋ねた。行くないテッド、俺が見つけたのはお前一人だけだぜ。エレジット、あ、なんだ、体が本調子になる前に寝てろよ。汚ねえベッドだけど、俺様が地べたで寝てまで気使ってやってんだから、ありがたく思えよ。いい人みたいですよね。結局助けられなかった。大切な、うん、エレジット、何一つ成し遂げられなかった。不甲斐なさが腹立たしくて、喉の奥から熱いものがむせび上がってきた。だけど、これ以上無様な姿を見せてなるものかと。ダージも辛いでしょうね。おえつは漏らさずに済んだ。目から溢れ出るものは止めることはできなかった。エレジット、本当にずっと一緒にいたんですからね。なんだか疲れた。もうどうでもいい。家に帰ったってエレジットはいない。気遣ってくれる人なんていないんだ。セインツだって。
善逸は少しは心配してくれるかな。気に食わないけど本当は優しいやつだ。善逸、本当はエレジットを助けようとしてくれたのか。もう遅いよ。何も考えたくない。善逸が兄貴は。いつの間に眠っていたんだろう。おかげで体がだいぶ軽くなった。無性に外の空気が吸いたい。動かせますね。ギフトをちょっと忘れないうちに振っておきましょうか。こんな感じ。部屋の奥にも行ける。セーブポイントがありますね。ハート瓶はいいとして、桃色侍女シーコ3巻、ダージの屋敷にも1巻2巻がありましたけど、例のいかがわしい小説読んでみましょう。悪天候編。おやおやおや、シーコ、リビングルームは水浸しじゃないか。はにゃん、申し訳ございません。突然の雨で窓を閉める暇がありませんでした。お前の肌、服も水浸して、つやめく様がいけないくらい通気すけだ。はにゃん、申し訳ございません、ご主人様。本当に強い大雨でしたので。そんな姿を見せるために、屋敷を水浸しにするなんて、本当にいけない子だよ、シーコ。好きやらば、セクハラをしてきますね。ご主人様とやら、いけない子だよ、シーコ。はにゃん、ご主人様。いけない子にはお仕置きが必要だ。カチャカチャ。何をカチャカチャ言わせてるんですかね。そのご立派な馬側のベルトをお外しになって何をなさると言うんですか。こうするのだよ。そらそらそら。ピシー。はにゃ。ピシー。ぐにゃ。ピシー。ピシー。シー。シー。ラメー。続く。なんだこの。ご主人様の性癖は一体どうなっているんだ。まあ、この先の展開が気になるところではありますね。ダージュのこの先のことも、桃色侍女シーコのこの先の話っていうのも気になりますけど、そろそろ時間かな。もうそろそろ12時になりますので、ちょっと中途半端ではありますけど、一応今回の配信ここでおしまいにしておきましょう。どうもここまでご視聴いただきありがとうございました。次回からはこのエピソード4の続きからですね、まあいけるところまでストーリーを進めていきたいと思っております。それでは、まあ時間になりましたので、今回の配信はおしまいです。どうもありがとうございました。おやすみなさい。